最終予選でこう48人規模で45人ぐらいだったかな、そうです、ね、出場した中で出場権、そう唯一優勝して勝ち取ったのがノイ選手ということで、まあ、ノイさんもね最後この抽選の中ではレアノイのが2人が余ってて、空いてたのがこのザクレイキシルがの相手が空いてたで、最後に引かれたのがレアさんで、最後余ったところにノイさんが入って形だったんですけど、まあ本人はヒヤヒヤでしたでしょうね。いきなりねこうノイザクレイなんてことになってたらね、そうだね、はい、はい、操作チェックだそうです、うん、勘弁してくださいってところなんですけど、まあ、なんかトーナメントとしてはでもそういう形になるのかな、まあ、第1シードとこう、あ、まあ、まあ、そうですね、よくあるシードの形としてはありがたいですね、うん、そうなるかもしれないですけど、ただね相手のキシル選手も、はい、最近の代わりはね、そう12ですかね、そうですね、惜しくもトップ8ならずという部分で吉田選手と熱戦を繰り広げて敗れてしまいましたが、彼ね、あのなんていうんですか、本当に自粛決め込みプレイヤーというか、そうですね、決め込んでましたね、そう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 、にもかかわらずねこう出た大会でバッチリ結果を残してというところで、やっぱなんか直前でこう仕上げるのがうまい人だと思ってて、前の EPI1 の時もかな、はい、やっぱ直前でやり込んでそうですよねっていうのがあったので、うん、からねファイナル進出してるんでね、そうですね、1年前はそうですね、まあ、今大会にかける思いも並々ではないものがあるのではないでしょうかというところですが、対するノイ選手もそれは間違いなくもない、ノイさんはやっぱ最近の安定感すごいですからね、うん、これ大会とか3先で勝ち切るって能力は非常に高いと思うので、うん、新規勢2人の星ノイ選手、対するはキル選手、見てまいりましょう、さあカードとしては、うん、やっぱり待ちきれないのがピクオリ側だと思うので、あとピカチュウが攻めなきゃいけないのかな、うん、本来はピカチュウも電撃で待ちながら相手の出方を探って差し込み差し返しをしたいっていうところなんですけども、あのピクミンで止まったり、もしくはあの黄色ピクミンで倒すのほぼ不可能なので、なので、ピカチュウが前に出なきゃいけないちょっと得意なカードになってるんですけども、うん、そうですね、今のところはかなり捕まえる回数はそうですね、上々というところ、ただやっぱノイさんもリターンが高いので、うん、パーセントは5分並び、ね、これは封印を落としてつかみ、面白いですね、よくピクミンがやるジャンプ下 B かな、はい、ホイッスルでアーマーつけながら空母とかで差し返しみたいなことが多いんですけども、それをケアした空への折りでただ技できましたね、そうですね、アーマーの判定が一瞬しかないことを活用して特殊な技で反撃というところですが、これはダッシュ攻撃、思ったより反撃が長、校長が長いんでね、反撃が通りづらいんですけども、はい、まあ、関係なく読みで取ればいいと、ね、ならば反撃ではなくというところですが、ここは発生差を生かしたダッシュ攻撃、まあ、ああいう状況になるとね、ピクミン側も DA もクエルも掴みもダメとなってしまうので、さすがに拒否難しいんですよ ね、 そうですね、シールド以外取れることがないみたいな格好ですが、浮き刺し下上になぜか上がっている、ちょっとピクミン側としてはラッキーな、うん、白をまとわりつかって消えて、そうなんですよ、これつく場所によって外せる技っていろいろ違うので、はいはいはい、今みたいに頭につくと空上で外せないんですよね、そうですね、で空上で外せないってなると空後、空前、空下で外すことが多いんですけども、うん、そうするとヒットストップが長かったりしたので、その後付けを刈られるといった、うん、ちょっと変わった対策が必要になるんですよね、これは横スマッシュ引き離し、こう1点読みに当てていきました、だからそのバー上がりを狩る位置とかではなくてね、そうですね、完全に崖離し行動だけを見たかのような横スマッシュの打ち方でした、大きな竹通しまして一足先制、中距離掴みを狙うが前の外、ストックリードしていれば、まあ、ピカチュウ側が崩しに行かなくてはいけないというのはその限りではありませんが、引きつけてから上スマッシュ、まあ、こういうところですよね、うん、この多少まくられた程度では別に自分は攻めない、はいはいはい、いつも通りのことをやり続けるっていうのが、うん、こういう大会で勝ってきたノイさんの良さではありますよ ね、 すね、うん、7分フルに使ってね、そうですね、ちゃんと相手の出方を伺うっていうのが大事ですが、これ空中白急降下を入れて着地判定を出して少し狙っていくが、N から上手を空中しろ繋いでいって、そう展開
電撃空射、上必殺技で戻ってくるが空中上から展開が続く。あれで何もしない。ちょっと復帰阻止の読みの回し方が独特ですよね、うん、お互いに。よし、ととタイミング違う、ジャンプがないときついけど、うん、紫があれば暴れが、そうですね、1回使える。そう、そのプレッシャーを生かして移動回避でなんとか着地掴んで、いやまだですね、うん、ただ次そろそろ上投げで撃墜が見えてくるパーセント、体重の軽いこれ前に対して宇宙前、崖離し行動に対するアンテナの張り方がすごいですね、すごいですね、うん、やっぱり勝負どころを分かってるのはこっちも同じというか、うんうんうん、やっぱりどこで撃墜の勝負をするか、特に岸田さん 3-2 でこの間のかがり火とかずっと勝ってたんで、はい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 、何回フルセットやらせるのってね、怒ってましたねからね。そうですね、こういうところで取り切る力はやはりお互いにしっかりしてますね、うんうん、ピコリって結構どっちかになると思ってて、うん、殴り合いになるか長い試合になるか、ピクミン、ピクオリ側が待つ能力が結構高いので、うん、なので長い試合になりがち、うん、ただ効果力防御弱いキャラでもあるので、うん、殴り合うと一瞬で終わるみたいなことにもなるんですけど、はいはいはい、思ったよりお互い待ち合いにならずに殴り合いを続ける形ですよ ね、うん、どちらも相手を崩しにかかるような、ね、そうですよね、多く見えますが、まあ、最後のなんて言うんでしょうね、ダッシュ攻撃とかこうつかみとかで接近を狙う行動に対しては、まあ、ノイ選手がどちらかというとしっかり守勢で、そうですね、反撃を起点にして撃墜等を狙っていくっていう感じなのかな。立ち合いに関してはね、はい、結構お互い崩しに行ってやるぜっていう意思が見て取れますが、2戦目ポケモンスタジアム2、あと これですね、はいはい、この壁がね、壁が全部止めてくれる、うん、ピクリ変更石化数値前通して、こうなると結構ピクミン側がゆっくり自分のペースで、ね、うん、試合を進めやすくなるので、そうですね、パーセントリード覆す側になったピカチュウ、どこで活路を切り開くかというところを振り向きつかみ、ね、強気に、先ほどがやっぱ強気強気で来てるんでね、とがめるタクは、うん、まあ、3本選手長い試合、まずは崖離しでお前はこれに対応できるかという、 そんなやり取りですかね。ダッシュ攻撃、これは上スマッシュですが反撃間に合わず、結構ガード硬直が長い技なので、うん、DA ってなのでちょっと遅れると取れなかったりもするんですよ ね、最速なら取れるけどみたいな、うん、電撃回避システムがダッシュ攻撃、回避読んでる、今度はやっぱり近づくピカチュウに対して逃げるピクオリ側が、その逃げどころを読んで強気に DA とか、うんうん、一度近距離を作ってからその接近を、さらに接近の読み合いをするっていう、はい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 、ちょっとやっぱり攻め方を変えてきてますよね。そうですね、こう有利フレームを一手先送りにするみたいな、はいはいはい、そうですね、駆け狩り、上スマッシュが見えたがその場狩り合わせる、電撃でなんとかラインを押し上げようとするも無情なピクミンの壁、さばくのうまいですね、この空前とピクミン投げのバランスが非常にいいですよね、いいですね、さん、うん、全く崩される素振りを見せない怒涛のピクミン投げですが、で掴みにかかる、本来やったら結構一度有利状況を作ったので3つ抜きたかったところなんですけども、うん、あえて1で止めて相手が前に来るところを掴みに行く、はいはいはい、結構ピコリらしい動きが出ましたね。そうですね、この国やろっていう、そうですね、その瞬間にリスクつけたいがそれを嘲笑うかのような掴みにかかって、これは外変更、おお、で耐える、しかしピクミンは1匹ちょっと心もとないか、そして展開移動回避、うん、空中下ギリギリ撃墜、一瞬が結構せっかく2段目を待って、うんうん、狩ろうとして狩れなくてっていうことが続いたので、はいはいはい、今度は逆に1段目を強気に読みに来ましたね、空中下を追い払って上を飛び越えていく、阻止の拒否がうまいですね、かなりうまいですね、オリバー使ってんなら
必須テクなんですかね。さばけなくてどうすんだというところですか。ガラストシールドからしかし一段で戻ってくる強気ですね、うん、一段で狩られてもやめない。しかし掴みから上投げ打っていきますがギリギリで薬が足りない。外側タイミングをずらして台の上に着地。でですね、ああいうところでやっぱり無理して反撃を取りに行って失敗するパターンが一番嫌なので、ああいうジャスが取れてもそこは無理をしないっていうのがやっぱ安定感につながりやすいポイントなのかなって感じはしますよね。そうですね、戦える土俵で戦い切る、うん、なんかもうこうあらかじめこれをやっちゃおうみたいなのがないないっていう感じですね。そうですね、やっぱ技の発生もね乏しいキャラなので反応してこれを置こうとかはあんまりなく、自分の土俵で狙ったことを通し切るっていうのがうまいですね。我慢強さ、我慢強さですね。ステージは変わらないのかな。やっぱ狭いステージですね。今村、まあ、阻止回数、崖狩り回数が増える、まあ、あと逃げる回数が、確かに確かに触る回数が、触る距離が狭くなるので、ポケスターだとね、1回寄って、はいはいはい、もう1回寄ってやっと触れるとかが、ね、うん、村だとね、1回近づけば触れる展開になりやすいのでね、ステージの狭さによるこう二重の効果みたいなのを、ね、存分に活用しようというのが、白選手の狙い。空中後ろから空中前として。今度はジャンプ読みをしに来たんですけど、うん、甘えたジャンプはしなかったですね。ノイさんも止まりましたね、止まりましたね、世界が先をダッシュ攻撃、まとわりついたピクミンを逆転でヒット速度伸びましたね、うん、まあ、こういうちょっとピカチュウとかの難しいところなんですけども、はい、深めに行っちゃうとああいう風に崖上に戻られちゃう、うん、だからどこまで深めに行ってどこで戻るか、はいはいはい、特に野井さんこういう風に上から帰る展開非常に多くてうまいので、うん、結構やっぱどこで帰ってどこで取り切るか、うん、結構このあと3試合ないし2試合で結構大きな場面にはなりそうですね。そうですね、崖を明け渡すことなくうまく飛び回るピクミンに焦点を合わせて撃墜をしていこうというのが白ピカチュウではありますが、ここは掴んで上投げ、お互いシールドで見合った後にこう掴みのフットワークの軽さを生かして、そうですね、ピカチュウ側が先に掴んだという格好ですか。紫があるとね、とりあえず上スマ打って硬直あんまないっしょみたいなこともピクミン側できたりもするんですけど、掴み自体はピクミン側も遅いのでね、そうです、あんまりとっさにやるのは難しいと。そしてアバレから崖外に追い出して少し空中を狙っていくジャック、シールドして青の上投げ、お互いですね、うん、投げ撃墜、まあ、こう我慢強い2人のプレイヤーにこういった投げ撃墜を持っているファイターっていうのは結構合ってるのかもしれませんね。そうですよね、最後に投げ撃墜策を持っているっていう、はい、結構ね投げ撃墜がないとやっていけないっていうプレイヤーも多々いますからね。そうですね、これはジャンプに空中前へ差していくが致命的な一撃だけは完璧、ルートがうまいマジで、結局から着地狩り黄色の空上、黄色の空上、暴れをケアするようなね、そうですね、うん、いい色感じですが、一時あくまで崖を明け渡さないように、うん、ここはジャンプがないからちょっと次がきつい、決めたいところですが戻ってくる、戻ってくる、燃料もギリ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 でしたね、切れながら来ましたねですね、執念で戻ってきたオリマですが、うん、変更も虚しくそのままダッシュ攻撃できて、キルさん今の復帰阻止ちょっと形が変わって、はいはい、空前で1回出たんですけど早めに上 B で戻って、で崖離し空後で次の復帰阻止といった、うん、戻るタイミングをちょっと変えてきましたね、うん、危ないところでした。もう少し被弾補正が高かったらスマホラというステージなんでね。そうですね、下が狭いのでね、危うく撃墜でしたね。なんとか耐えてちゃんと使って戻ってくることに成功、これ崖攻め、しかも小さいが関係話、空中前から崖展開、空車を狙っていって、そこから空へ戻っていく相手に対して、2回復基礎ですね。
っぱりね、自由度は効くけど、はいはいはい、その後はやっぱり時間がかかるのでね、うん、ピクミン側の復帰は。それでは暴れも強力なものはないので、立ち狩りそのまま攻めていくとかはあるということで、すべてのピクミンを活気しながら突っ込んでいくダーツポイントですが、意味も返さず壁を。いや、いい上さん、いい反応だったんですよね、うん、これはジャンプないんじゃないですか。そうですね、かけはらかけそうですが、うまいんですよ、このルート。超ジャンプ上、うまい。下投げ、これはウチェンコ、ちょっと怖かった、ちょっと怪しかったところですね。おそらく前投げをケアしてウチェンコしたんでしょうね。今度は前投げ、障害に追い出して電撃電撃を突き止めて、興味もない状況。ここで下も切りたい、掴んで、まだ、まだですね。でもすごい落としません、これ高いぞ。ウエスラッシュ、黄色なので反対、これ白も出てくる、ありますよ、紫も出てきますよ。非常に強い逆転のカラー揃ってますね。紫、石化を止めて、赤がまとわりつく、足りないダメージがじわじわと溜まっていく。このガキ赤に執念の足攻撃をさばいて空中しようかな。浮き刺し深めに行ったが、石化でちょっと思わぬあれでしたかね。おそらく飛ぶと思って受け身とかを入れ込んだか、もしくはまあ思わぬ硬直で、そうですね、だかちょっとああいうところやっぱ深めに来るのがすごいですよね、うん、なんかもうほぼ捨て身に近いようなね。そうですね、うん、そこまでの例えば最後の D をかわしたシーンとか、うん、あそこはこう今まくりたいんでしょっていう相手の強気行動をさばきに行くあれだったので、うん、あもう一回崖上やるのかなと思いきや、今度はさばいた側が次は強気に来ると。そう、なんかねついこの間海外大会ありましたけどね、はいはい、いきなりねこうアイムールのメテオが飛んできて、そうです、ね、ヒヤッとして次の展開は崖上で待ち構えるみたいな、はい、そういったテンポチェンジすごいですよね、のようなね一押しでしたけど、勝負どころで勝負を仕掛ける、うん、かわすの緩急が非常にうまいですね。そうですね、ヒル選手側もねしっかりこう直前で電光石火で止まって、そうですね、しっかり2回出しで戻ってくるというルート取り、2回のね紙一重の攻防が一緒の時で行われておりました。先に足をかけたのを知る選手、まあいいですね、復帰の際に、うん、白ピクミンとかをつけるとピカチュウ側が深めに来れなくなる、深めに来ちゃうとダメージ溜まってリターン差マイナスってことになりがちなので、うん、早めに戻んなきゃいけなくなるっていう展開になるので、ああいう風に白とかあるときは積極的に投げてっていうことをやりたいところですよね、はい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 、ピカチュウをこう復帰阻止に来るピカチュウを追い払う選択肢は、まあ、紫ピクミンだけではないということで、白もある猫先は遠くに逃げる、黄色をまとわりつかせますが、しっかりピクミン駆除してから接近、これは壁キックから空中しろ、ちょっと面白いですね、崖上ちょっかい出すかけ、下胸置きとかにちょっかい出すパット、これは空中しろから空中しろ、中選手の得意が出ましたね、結構練習し要所要所で来るんですけど関係ないですね、はい、関係ない、ほんとなんか横スマッシュがスッと置いてありますよね、なんかなんか置いてありますよね、そう実はさっきのスマブラの1ストック目も 140%80% で不利な時とかに実はどっか置いてたりしてて、ああいう風に半角を取られない置きっぽい横スマ実は、ね、気づいたら置いてある、うん、なんとかねこうここまでの試合で外手を借り取るシーンとかもね、はいはいはい、仕掛けに行くが、ここで入れ替わって空車を狙っていくが、ちょっとピクミンがついてこなかった、戻ってきて、ダッシュ攻撃、持続当て、さらに着地狩り、上必殺をぶつかってタイミング出す、暴れのプレッシャーを生かして着地を狙うが、そしてこれは復帰阻止がギリギリだね、集中しろ、上強から空中しろ繋いで、このストックリード相分に活かしていきたい、き
ついですよね、このストックリードは。ただただやることは変わらない。奈良選手も焦らない、我慢強さで逆転を狙うが、打ち出し亀に行って壁がある。雷空車で暴れて回避を読んだ横スマッシュでしたが、結構ねあのとっさの目で上スマしたくなるところをあえて回避を今までしたんですけど、ちょっと距離が合わずって感じでしたね、うん、不運な感じで。前回これは2回目が出なかったか、これドーストックならありますよ、ピック折りの火力。さっきの色だ、いつもの色、いつもの色。うまい、反転して掴んで上投げから読み合い、アーマーで耐えない部分に雷を合わせて復帰展開。黄色をまとわりつかせますが、空中前受け身取ってる、下から戻ってきて、まずはピクミンをなんとか確保したいところ。おそらく掴み打撃、あこれ怪しいです、投げ出し攻撃、おー最後はそのまま来た。まずい流れになる前に打ってきましたね、締め切りましたね、うん。まあ、ピカチュウ側としてもその脱出掴みのなんて言うんでしょう、上投げで撃墜ができる